こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日も、視聴者の方から素敵な質問をいただいております。本当にありがとうございます。こうしてね、皆さんから質問をいただけるとね、毎日 Q&A コーナー続けていけるので僕も嬉しいです。はい、それではですね、やってみたいと思います。本日の Q&A コーナーは、はい、ハンドルネーム阿久津徹さんからのね、質問となっております。さあ行ってみましょう。いつも楽しく拝見しています。最近は動画の最初の一杯が見れないのが残念です。ライブやった時ですね、ライブ配信やった時はね、一杯乾杯って飲みながらやってたんですよね、昔ね。はい、あれを見るとね、僕も飲もう、俺も飲もうってなるので、隠れファンです。で、今度ね、今やりましょうね。今度ね、YouTube ライブね、最近流行ってますからね、ちょっとライブ配信もね、やりながらまた乾杯ってやりながらね、できたらいいかなと思いますね。はい、ではね、本題入りますね。はい、さて、質問なのですが、板のビス穴、インサートホールですね、ビス穴でテール側の一番端の穴って使うことってあるんですか？自分はいつも水晶位置よりもセットバックで乗りますが、さすがに一番端までは、使いません。何か緊急用か、何かなのでしょうか？また仮につけたとしたらどんな乗り心地になりますか？といったね、質問をいただいております。ありがとうございます。はい、まあ、今回の質問は板のですね、この黒の方が分かりやすいかな、はい、真っ黒い方が、はい、このインサートホールってね、ビス穴ですね、はい、この穴、ここか、ここか、はい、この穴のですね、位置によってどんな意味があるのかといったね、質問になっております。こちらでお答えしたいと思います。はい、インサートホールの穴の位置、意味があるのですかというね、質問に関して、はい、板の種類によってもちろん意味があります。まずですね、そもそもですね、このインサートホールという、ね、穴、金具をつけるための、ね、穴が何個も開いているのがなぜなのかというとですね、まず大きな理由としては、体格の違った人が乗った時に、はい、足の長さ、身長が違うと、はい、足の幅がね、変わってきますから、それの調整用のね、穴となります。で、もう一つのね、理由に関しては、例えばツインの板ね、乗っている方が、この板ね、TNT、ツイン、ドツインね、ノーズもテールもね、インサートホールから同じ長さの板ですが、がもしパウダースノーね、今日はガバーって雪がね、腰ぐらいまで降っちゃったよって言った時に、ツインでは埋まってしまうので、そこをね、攻略するためにセットバックっていうのを入れますね。ノーズを長くしてテールを短くすると、ふわーっとパウダースノーで浮きやすくなる。そういった時に、例えばこのインサートホールね、金具の位置をトンとずらすことで、はい、そうしたあのパウダーにもね、対応できるようになりますよーっていうね、ようなね、感じで使うこともできますね。そういった感じで、あとはですね、まあ、その人の好みによってセットフロントって言ってね、ちょっとなかなかいないですけど、テールを長くしてノーズを短くするっていうね、セッティングにもね、対応できるようになっております。そんな感じで、インサートホールっていうのね、いろいろな場合に使い分けるような感じになるので、そういった場所についているよね、ものとなっております。特殊な板では自分はね、乗ったことがないですけども、あのレーシング用だとかテクニカル用って言われる板では、プレートといってね、この上に、ね、金属の鉄の板だとかプラスチックの鉄の板とかも、ね、取り付けるための穴、インサートホールがね、開いている場合もあります。それはもうちょっとね、別の話になっちゃうので、今回はね、特にね、触れませんし、自分もよくその辺はわからないので、質問しないでください。なんでね、はい、まず今回のベースのね、インサートホールね、使い方みたいな感じで今後ちょっとね、お話ししていきたいと思います。今度ですね、初心者向けにですね、バインディング買ったらどこにつけるのみたいなね、動画も撮ろうと思ってたので、それ詳しいことはまたその時に、ね、質問し、お答えしたいと思うんですが、今回はね、ザクッとね、使い分けをね、説明したいと思います。がまず大体今ですね、 2x4 っていう穴のパターンが主です。こういってね、2センチ間隔に 2,4,5 個空いている板がメインかと思います。たまにこれがもうちょっと数が多かったりとか、もうちょっと少ないやつもね、あったりしますね。そしてほとんどの板の場合、水晶スタンスっていうのがね、あります。この板を作るときに、だいたいこういう体の体格の人、身長、体重っていうのを想定して
板の長さだったりだとかフレックスだったりとか耐久性っていうのを、決めて板作りっていうのをしていきます。その時のこの、はい、推奨、これね、これバツってね書いてると思うんですけど、ここマーキングしてる、ここが推奨スタンスと言われてます。この板の、長さに、合ったその推定されてる体格の人が乗った場合にそこのスタンスでつけるとちょうどいいよねっていうね穴の位置になります。これがね、はい、このように両サイズですね、はい、穴の位置が、はい、決められています。なのでまあ変なにね、あの極端な板の長さを選ばなければだいたいこの推奨スタンスにつければ板のね性能を発揮できるかと思います。逆にお子様ね、これから身長まだ伸びるんだよね、長めの板欲しいんだよねって買う方いらっしゃいますよね。でも今は実際身長低いよ、これから伸びるのを想定して買うよ、3年ぐらいを周期で、ね、買いますからその間に20センチぐらい伸びる子は伸びちゃいますよね。そういった場合に、必要なのがこの穴のね内側になりますね。お子様が身長低いのに長い板を買わなくちゃいけないよという場合もあるので、そういった場合はこのインサートホールの内側でスタンスを合わせるようになります。内でお子様はスタンスを合わせることによって、今の身長に対応する、そして身長が伸びてきたら、はい、付け替えて適正の場所、もしくはもっと大きくなったら、はい、さらに外側のね、大きなところ、あの足の、ね、幅の広いところに、ね、金具を付け替えるといったね、感じの使い分けがあります。なのでその体格によって適正な身長であれば真ん中、身長が低い人は、はい、内側、身長が高くなっちゃったら外側という形で、体格に合わせてまずインサートホールの位置をね、使い分けるといったね、使い方があります。それではもう一つのね使い方として、滑りに合わせた使い方っていうのがありますね。両サイドが同じ場所、真ん中なら真ん中、内側なら内側ね、外側なら外側という形で、つけることを、まあノーズとテールが同じ長さのツインのボードであればツインね、両サイド同じ場所につけているね、板の中心につけることになりますから、くる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 、ね、回ってね、ことがねしやすくなったりとか、スイッチで滑りやすくね、なったりとかね、していきますね。そういった場合は、両サイド同じ位置につけます。そしてはい、パウダースノー入ったりだとか、高速カービングを楽しみたいという直進安定性をね、優先したりだとか、パウダーの浮力をね優先する場合はこっちノーズです。の場合はセットバックといって金具の位置を、はい、後ろにずらしますね。ずらし方は同じ幅で1個ずつずらしてもいいですし、これで、ね、2センチに後ろに下がることになりますからね、いいですし、はい、ちょっとスタンス広くしてね安定感出したいなと思ったら前足は真ん中のまま、後ろ足だけ1個下げるね、これもセットバックね、ますね、そうした使い分けがあります。逆にセットフロントという、ね、付け方もあります。セットフロントというのは、はい、何かというと、はい、ノーズ側に足をずらしてつける、いや付け方になります。セットフロントにすると、ね、何が起きるか、実は自分ですね昔ねセットフロントでずっと競技者時代やってました。それはスイッチスタンスの強化ね、はい、競技で技をやるときに高得点を出すためにはスイッチスタンス、はい、反対向きで技をやって反対向きで着地をした方が、ね、点数が高いっていうね、ジャッジのね採点基準があったんですよね。それに対応するために、はい、メインスタンスで滑って技を繰り出すね方よりもスイッチスタンスの方が数が多くなりますし、そっちの方をメインで乗るためにセットフロントって言って前側につけるんですよね。でメインスタンスはなんだかんだ得意なので多少そういったねセットフロントだとか違和感のあるセッティングをしたとしても結構ね難なく滑れちゃうんですよ。ただ技術レベルの低い反対向きのスイッチで滑るときに、はい、道具に頼るんですね。道具に頼って、はい、ノーズが長くてテールが短い方がスイッチでの安定感が上がるので、はい、技がやりやすいですよーってね、キッカーとかでかいキッカー飛ぶときも思いっきりスピード出してバーっていきますから、その時に直進安定性が出てより技をね繰り出しやすいですよっていう、ね、のがありましたので、特殊な、ね、セッティングとしてセットフロントと、ね、前につけるのもやっておりました。今は自分ですねもう推奨です、板の真ん中に基本使うようにねして、まあ、板を開発してるっていうのもあるんですけど、板の、ね、特性をね一番分かるのはこの推奨スタンスってところなので、そこで大体ねの板を乗るようにしています。また特殊な板でパウダーボードとかで極端に浮力を出すために思いっきりセットバックを取ってねテールをダンってね短くするようなねセッティングができる板はもうなんかボボボボボーってねインサートホールがねいっぱいついていて自分の好きなところの乗り味を楽しんでくださいっていうね板もありますので、まあそういった板はそういった板の乗り味をね自分のお好みを見つけるような感じでねいろんなところにつけてね試していただければね面白いのかと思います。ですね、
昔のですね、板に関しては正直あまり開発が進んでいなかったので、インサートホールが無駄にいっぱい空いてる、ね、板とかも、ね、ありました。ただし今の板っていうのは、しっかりと開発が進んでいて、板の用途も決まっていますね。この、ね、TNG はグランドトリック練習してくださいっていう、ね、板ですけども、パウダー用、レーシング用、グラトリ用、パーク用などいろいろありますよね。なのでその競技に合わせた、ジャンルに合わせたインサートホールっていうのが最低限あれば十分カバーがねできるので、無駄なインサートホールねつけることはねしなくなってますね。インサートホール自体はねデメリットがあります。正直インサートホールのこの中穴はですね、耐久性出すためにね金属なので、数が多ければ多いほど板重くなってしまいます。なので無駄にねあまりつけたくないっていうのと、このインサートホールね埋め込むときに板に穴開けてますね。ウッドカーって木の素材に穴を開けるので、どうしてもその部分がですね微妙に耐久性落ちてしまいますから、なるべくねインサートホールの穴は開けたくないっていうのがね、本音なので、できる限りね、板もですね今開発が進んでますので、余計なインサートホールってね実はねあんまりついていないっていうのがね、答えとなっております。はい、本日ね質問以上となります。はい、阿久津徹さん、本日もね素敵な質問本当にありがとうございました。皆さんのですねスノーボードに関する素朴な質問まだまだお待ちしておりますね。冬までね一気にねこれ Q&A コーナーでねあなたの疑問、解いていきたいと思いますので、ぜひコメント欄の方にですね、書き込みよろしくお願いいたします。そしてこの動画、楽しかったな、気に入ったな、なんかためになったなっていう方は、ぜひいいねの方ね、よろしくお願いいたします。このねスノボー先生のチャンネルでは、スノボー先生のチャンネルではスノーボードのですねためになる情報や豆知識、そしてスノーボードの技術などをねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ今シーズンですねスノーボード上手くなりたいぞ、もっとスノーボードのこといっぱい知りたいぞという方は、ぜひチャンネル登録をして今シーズン思いっきり楽しんでください。本日の動画以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひですね皆さん、もうこの時期になりましたらスノーボードショップでスノーボードずらーっと、並んでおりますので、スノーボードコーナーを見に遊びに行ってください、ね。今ですね私自身こうやってね、YouTube を通して情報配信をしておりますが、本来ならばこの情報をね、Q&A 質問っていうのはお店に行ってお店のスタッフさんに言えばですね簡単に答えてくれる、ね、内容となりますので、ね、ぜひ質問などがありましたら、ね、お店に足を運んで、仲のいい店員さんを見つけてですね聞いてもらえたらと思います。ですからですね皆さんね近くにショップがある場合はぜひリアル店舗でお買い物をしましょうね。そうすることでね、あなたのスノーボードライフもっともっとね豊かになっていきますので、私は、お店で買うことをおすすめしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、また、次回の動画でお会いしましょう。はい、レイトプロジェクトの滝沢健一です。